解釈の屋根裏部屋。どうも、解釈です。トンボです。ヤスタケです。ツネです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もうね、リスナーの皆さんも分かってくれてると思います。はい、はい、サイコロ振りまーす。よいしょ。この方、これで喋ると決まるっていうこと。ツネ、はい、お願いします。前回も常やった。そう、はい、常ってサイコロよく出るよ、ね、よく出る。確かに歌も最近よく出るけど、よく出る。そうですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、よろしくお願いします。ですね、僕ついこの間ですね、歯医者行きまして、で、今この前歯、前歯の上の4本、はいはい、これ今仮歯の状態なんですけど、で、これからあのまた新しい歯に入れ替わるんですけど、皆様にちょっとお伝えしておきたいのが、この今仮歯の状態で見たら前4本もつながってるんですよ。はい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 、そうなんだね、はい、で、あのセメントとか使うじゃないですか、で、そういう白い、なんでしょう、あの点々とかついてるんで、これ歯に食べかすが詰まってることじゃないっていうことだけ勘違いしないで、はい、確かにそうか、はい、確かにね、詰まってるようなに見える、はい、白素じゃないよって。白素じゃないよっていうだけ。ちょっとそれがもし白素に見えるんだったら、はい、歯医者さん変えた方がいいえ、これ僕、あの歯医者実は全然詳しくなくて、というのも、その生まれて一回も虫歯になったことないんですよ。嘘やろ。すごい体質なんですけど、これあ、でも俺もよく歯医者にお世話になってんねんけど、はい、聞いたことある、はい、マジ歯医者のお医者さんに、はい、歯医者のお医者さん、はい、歯医者さんに、歯医者さんに、はい、言われたことあるね。できる、できやすい人と虫歯ができにくい人って、はい、ええー、やっぱりそうなんや。はい、でもなんかそういう人は虫歯の菌がない代わりに歯周病とかになる可能性が大きいとかで、両方なる人もいるんだけどみたいなあるらしいんですけれども、で、行ったことなくて、全然、歯医者さんに仮歯って今言ってましたけど、はい、歯ないってこと。あ、俺もそれはよく分かんなかった。それ俺も知ってるで、俺もやったことあるから、はいはいはい、俺もあんねんけど、はい、それ医者によるよね、多分ね。どうなんやろ。どうなんでしょう、なんか土台というか、その何でしょう、元の歯をちっちゃく削って、で、そのちっちゃく削った歯に、作り物の歯をかぶせるみたいな。はい、インプラントみたいなことですか。それはまた違うね。違う、はいはい、例えば今常が言ったようなやつがベタへ、多分、はいはいはい、ある歯、はい、生きてる歯を細く削って、はいで、そこにかぶせる。で、それ狩り場でかぶせといて、狩り場中は本歯を作っといて、で、本歯ができ次第狩り場を外して本歯をはめると。これがあったりする。はい、で、もう一パターンは、その歯がもう使い物にならない状態の人は、もうあのインプラントとはまた違うねんけど、はいはい、そ、鉄の棒みたいなのを、そう、溶接じゃないけど、そこぶっ刺して、はいはいはい、歯茎にぶっ刺して、要はさっき言った本歯の細い板を別のもので補うみたいな。あ、なるほどなるほど。で、本歯をまたバンってつける。でも一緒、確か仮歯を作ってから本歯みたいな。はい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 。で、さらにもう一個先がインプラントやねん。あ、なるほど。インプラントはもう骨から作るみたいなこと。俺やってるやん、はいはい、俺まだ実は途中やねんけど、はいはい、はいはい、そうですよね。そうそうそう、そういうことや。さ、知らんねや。全然知らないです。で、なんか知らないのすごいね。親知らずも4本、はい、なんか真横に生えてるんですよ。あ、おるおる、そういう人。なんか一回、何年かに一回その歯石を取ったりとかで行くぐらいなんで、だから虫歯ないですね、ずっとって言われて終わるんですけど、それでしか行かないんで、で、なんか一回ちょっと見てもらった時に、あの親知らずはもう真横に入ってて、本来ならだからその絶対取んなきゃいけないんですけど、まあ痛くないし、痛くないんだ、そのままでもええって言われてんの。はい、へー。確か俺なんかツイッターで見たな、はじめ社長さんもそれ前ツイッターで上げてたで、僕今こんな状態なんですとか言って、親知らずレントゲンで真横に生えてるみたいな。それと同じや。はい、抜きたいんですけどね。抜くとなるとちょっと大変ってことやんね。そうですね。それなんで抜きたいの。顔ちっちゃくなりそうじゃないですか。いや、やすけ顔だけ顔だけ竿だけじゃん。竿だけ竿だけ竿やもう俺じゃないのいやって言なるほどね、顔がちっちゃくなるからか、はい、っていうか、まあそうですね。なんか、気になるし、なんか抜いた方がいいのかなとか。俺行ってる歯医者さんマジで紹介したい。あ、なんかおっしゃってますね。あの、これはまあ俺、嫁サックが探してくれてんけど、はい、マジでいいで、うん、本当に。え、ちなみにトンボ歯医者行く。
歯医者、だから僕もそんなに行かないですけど、その歯石を取ったりとかっていうレベルです、うん、だからもうしばらく行ってないですね、はあ、俺結構いろんな歯医者行ってきてんけど、うん、常もそう、はい、歯医者によって全然違うよね、うん、違いますよね、マジで違うくて、うん、で今回嫁サックに紹介してもらった歯医者さんはもうダントツだね、めちゃくちゃいい。嫁サックって上手っすね、探してくるの上手やし、うん、やっぱり情報が、うんうん、ママ友たちでこう、そうか、その区域で、うん、もういろんな情報を持ってるママ友たちが集まってるわけ、なるほど、情報を共有するのよ、うんうん、でいい情報が入ってくるんですよ、そうかそうか、だからみっこは嫁さっこで持ってる情報をママ友にこう提供して、ね、提供するしっていうところで、それぞれ強い分野があるのよ、めっちゃいいっすねそれね。だから変な話、俺が言ってるじゃあ歯医者めっちゃいいんやけど、うん、子供が行ってる歯医者、うちのね、うちの子たちが行ってる歯医者は別やったりするの、うん、あ、子供はこっちの方がいいよって、そう、子供用のおもろ技術が高いところをママ友たちに聞いて行ってるみたいな、はいはいはい、へー、だすごいっすね、すごいし、ね、誰かお偉いさんが言ってたやろ、この世は情報だっつって、確かにそうや、そういうことなんですよそんななんか大雑把なこの世は情報が一番強いんだっつって、ほんとそうですもんね、でも実際ね、そうそうそう、うん、俺とこええで、だからやつ紹介しようかな、え、それって一度に4本抜けんすか、やろうと思ってやってくれると思う、その代わり時間が相当かかると思う、なるほど、え、麻酔はそれはどうなってんすか、全身とかいけんすか、いや、あると思う、へぇ、なるほどな、あるある、で、顔パンパンになってくるんでしょ、俺、それいいよな、でも楽しいよな、めちゃくちゃ楽しいっすよ、すぐカメラ回すよ、ね、あれ面白いよね、顔パンパンになるのね、可愛くなるもんね、竹パンマンや可愛くなるもんな、じゃあもしよかったら全然紹介するしって感じやな、はい、常はそれ気に入ってんの、そこの歯医者は、そうですね、あの、よく気づいたら前も言われてたけど、俺回してモテるわ、あ確かに俺前コメントにめっちゃ書かれてたわごめんな、俺が悪いわ、いや全然いいんですよ、ちょっとブンブン行っちゃってよ、僕がブンブン行ったらもう途中で止まりますよなんでやねん、これはある意味、はい、修行でもあると思うで俺、確かにそう、常今後だって芸人でやっていくわけでしょ、はい、そうだ、どん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 、はい、こんな回していかんとあかんっていうね、安武とトンボはね、うん、もう言うて、芸人はやめてるわけだから、まあ、ね、はい、俺はやめてますから、僕はもう出たよ、ずるい、ずるたけ、ずるたけ、ですね、僕、まあまあ行ってて、あの子供たちもそこ行ってるんですけど、あ、みんな一緒のとこ、はい、みんな一緒のとこ行ってまして、うん、でもまああのすごい楽しい歯医者さんで、なんか子供向けなんですよね、ちょっと、いやだから、はい、それは常そこでええのって俺は思ってますね、子供はそこでええやんか、はい、なるほど、だからやっぱりね、わかんないけど、まだ、まだ全然白素には見えないよ、はい、見えてないけども、そこでええんかなって思っちゃう、あ、全然今のところは何の問題も、うんうん、ええ感じなんや、はい、いつ本場できんの、月末ぐらいです、月末ってことはもうすぐじゃないの、もうすぐです、言うてる間に、はい、でももうすごいやっぱこの狩り場ってストレスで、あ、そうなんだ、はい、狩り場はね、俺も経験あるけど、はい、色変わんねん、そうです、要はご飯とか食べるでしょ、毎日、はい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 、歯磨いたとしても、うん、例えばカレーと相性悪かったりとかさ、そういうことか、うん、あるよな、ありますあります、だから若干黄色いやん、はい、今常も、僕もコーヒーもよく飲むし、あ、そうか、はい、着色しやすいんだ、すごい着色しやすいんです、そうやね、だから最初カリバポンはめた時は、はい、真っ白やねんで、うんはい、けど結構気付いたら、うん、茶色くなってくる、そうやんな、はい、これカリバは挟まないといけないんですか、絶対に、だって本場を作る時間がかかるってことですか、はい、要は、しゃあないなすいません、ほんなら行くですいません、ごめんなさい、じゃあ歯を、本場を細くします、ゴリ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 ってやるやんか、治療、はいはいはい、その状態でお疲れしたはできへんやん、まあまあそれはもちろんそうです、ね、でまずなんで細くすんの、はい、じゃあ本場をはめるためでしょって、はい、じゃあまず細くした段階で、じゃあまず何をするのか、はい、型取りですよね、うん、そういうことか、そこで本場を作るための型取りをして、うんうん、で、やっとその型が取れたら本場を作り出せるわけやんか、なるほど、じゃあその間どうすんの、はい、これ狩り場はめるしかないよね、そういうことか、そういうことなんです、ね、本場だからなんかトンボンとか安武の頭の中ではもう本場が医者にあるみたいな、本場っていうかその作られたものがっていうイメージかもしれんけど、はい、そんなことありえないから、うんうん、そういうことか、その人の口によって形によって、なるほどね、ごっついデリケートなことやから、もうオーダーメイドみたいなこと、そうですそうです、あ、もうそう、そういうことや、その人に合うやつ、はい、その人の歯を作ってるんや、そうです、そういうこと、はい、そういうのでも全然ないねんな、ないですね、はい、だからそういうインプラントみたいなのも全然、
まあ、ごめん偏見やけど、うん、トンボって虫歯ありそうやん、うん、虫歯ありますあります。なんで歯医者行ってないの。いや違う、いや今はねえわ知らないよそれ別に今はねえわ。いや知らないのよどういうツッコミだよ。じゃあ虫歯の治療はしたことありますっていうことです。あもちろん。え今ないの。ないですよ全くないの。ないないない。や一時期リオちゃんに口臭いじられてたよ。あ確かにね、うん、あれは歯とかじゃないねんな。そうかもしんない。胃から来るものみたいなもうあったかもしんないですね、うんうんうん、まあタバコも吸うしみたいなところは、うん、タバコも吸うしコーヒーも飲むしっていうのもあったかもしんない、うん、あでもなんか俺噂に聞いたことあんねんけど、はい、大人って虫歯になりづらいっていうよね。なんか歯も成長するみたいな、硬、うん、くなるみたいな、うん、子供の時ってやっぱり歯は柔らかくてみたいな、そん時はやっぱり虫歯菌にやられやすいみたいな。すごいなそう考えたら安武な、うん、はい。え、お前やっぱチビの時からやっぱり朝晩とちゃんと歯磨きしてたん、はい、してましたしてました。あーやっぱ育ちやな。え、してなかったんすか。俺朝晩はしてないわ。してた。してましたよ。めーてなんでだなんでだよしてますよ俺は朝晩俺逆に聞きたいねんけど、うんはい、まあ、あの、まあ宇宙もそうやってんねんけど教育的にね、うん、やっぱ親から言われてきたの、はい、いやもう覚えてないなそこ。まあやってないからね。全然やってたわやってましたよ俺は。ちなみに親別れてておかんずっと働いててよう喋ってるやんか、うん、だから言ってくれる人がいなかったのよ。あーあーなるほどね。宿題したかとかさ、はいはいはい、風呂入れよとか、うん、ベタに歯磨けよ歯磨けよっていう、うん、この3つが、うん、俺あんま言われたことないね、うん、いなかったからさ、うん、だから俺は夜だけとか朝だけとか磨かん日もあったし、うん、だから虫歯かなりなったのよ、うんうんうん。でもそれやっぱり親に言われてたの。親に言われた、最初親に言われてて、うん、もう途中からも習慣になってっていう感じ、うん、と思う。いやだから覚えてないさ、親に歯磨きなさいよって言われてたっていう記憶よく覚えてますね。それにしたってそれにしたってお前って何覚えてんの。いやだからね本当に本当に覚えてないよいろんなことを。あこんなんじゃ面白ない。はい。ちなみに、うん、自分が、うん、一番ちっちゃい時の記憶って何か。ああなるほどね。僕でもなんか何個か覚えてるやつとかはあるんですよ。ちっちゃい時のなんかあるよね。なんかある、なんか、はいはい、なんかポケットに入ってるのない。入ってるのあります。あれなんなの。ありますあります。俺もあんねん、はい、何。僕は親に嘘ついたことを覚えてるんですよ。へー。それ何歳の時ですか。だから保育園だったんですけど僕は保育園に入る前とかだと思いますわ。何歳ぐらいよ。だから3歳とか、うん、それぐらいの3歳、はい、それすごいね。それはもうめちゃくちゃ鮮明に覚えていて、うん、こういう、ちっちゃいビーズみたいなのがたくさん入ってるプラスチックのなんか、うん、なんていうんですか、おもちゃじゃないけど匂い玉みたいなビーズが入ってるものがあるんですけど、うんうん、それを拾ったんですよ僕は、うん、おばあちゃん家の近くで、うんうんうん、おばあちゃん家の近くで、はいはい、でそれを僕は拾って家に持って帰ってきちゃったんですよ、うんうん、そうすると親からしたらこう僕がに与えてないものを僕は持ってる、持ってるね、はい、うんうんうん、であんたこれ何なのって言われて、うん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 、いやこれ買ったんだよって俺言って赤ちゃん置いてもた絶対明るい未来がない方に行ってもた。明るい未来がない方行っちゃったんですよ3歳にして。買ったんだよって言って。かわいいな、はい、いや買ってないよあんたかわいいな、はい、すぐ認めたな。でもうまあ最終的にはもうどうしようもなくて、うん、もう泣いちゃって、うん、っていう感じ。もう認めたっていう感じですね。なるほど。だからそういうなんかねちょっとした嘘ついたことを覚えてます僕。あーでも確かに、うん、なんやろ俺もこう怖かったことの方が覚えてるのかな、うん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 、そうかも、うんうん、嫌なことみたいな、はい、犬に追いかけられたとかも覚えてますし、うんうん、あそんなんあったんや。ありましたありました。へえ、はあ、やさどうですか。僕は幼稚園の頃なんですけど、うん、うちすごい厳しくて、うん、お菓子とかも全然食べさせてもらえなかったし、うん、だから虫歯もできへんかった、うん、ああそうかもしれないですね。ルッコラばっかり食べてるから、ね、ルッコラ食べてないのよ。ルッコラって犯人いいもんな。いや聞いたことないわえルッコラガムってなかったっけグリーンガムでしょそれただの調子ええやん。ありがとうございます、うん、それで、うん、
お小遣いとかもなかったんすよ。うん、あ、意外。で、いや、うちだから本当勘違いされてますけど、うん、苦しい方の家庭だったんで、もともと、特に僕が幼稚園ぐらいの頃は。あ、っていう時期やったんや。はいはい。うん、ちょっといろいろあって。お金もないしっていう。うん、っていう時に、一回なんか幼稚園のイベントがあって、運動会かなんか、頑張ったんですって、うんうん、幼稚園の近くにあるコンビニで、うんうん、デイリーヤマザキみたいな。うんうん、で、うん、ビックリマンチョコ1個買ってもらったんですよ。ビックリマンチョコめちゃくちゃ嬉しくて、うんうん、もう買ったことなかったし、うんうん、みんな持ってんのに。そうだよね、流行ってたから。流行ってたな。そうで嬉しくて、まずシールを出すじゃないですか、うんうん、でやったシール なんだか忘れましたけど、うんうん、シールだっつって。でお菓子もうめっちゃうまかったじゃないですか、あれ、はい、うまいよ。憧れのお菓子だったね。そうだったね、ウエハースのな、はい、だからちょっと大事になんかリビングのちょっと高いところに置いてたんですよ、僕。かわいいな、かわいいな。明日食べようと思って、もう夜だから、歯も磨かなきゃいけないし、明日食べようと思って寝て、次の日起きたらなかったんですよ。泣いちゃうやつや。で、聞いたら親父が食っちゃってたらしいんですよ。で、何ってなって、俺からしたら、うん、でもまた買えばいいじゃんみたいなテンションなんですけど、うん、買ってくれないんですよ、うちは厳しいから、うん、そうか、そうか。だからそれがすごいショックだったのを覚えてますね。だからやっぱちょっとショックやったって。そういうの本当覚えてんだよ。覚えてるよな。だから大人になってから2箱ぐらい大人買いしたことあります。あー、半分でなっつった。あるあるある。それで言ったらメインで一回はるちゃんのアイス動画であげた時に喋ったけど、俺が言うあのレディーボーデンじゃなくて、はいはい、あのビエネッタ、ビエネッタと同じで大人になったらこう食べるみたいな、あるよな。俺ちょっとそれはちょっとこの話はだいぶ昔じゃないけど一個思い出したんがあって、あのとはいえ5歳ぐらいかな、これ俺駄菓子屋があったのよ、家の近所に、はいはいはい、5歳の時に、はい、で当時あれね、アイスクリームに、何だっけな、当たりとか外れとかある時期、はいはいはい、なんかね当時流行ってたアイスがあったのよ、はい、で俺それ買いに行ったのね、はい、50円やってんそれ、うん、で50円握りしめて、うん、わーって買いに行ったんですよ、うん、でもうワクワクしてんねん、うん、俺にとって50円ってもうすごいことやから、うん、どうしようかな、はい、どれが当たりかな外れかなみたいなさ、うん、いっぱいそのアイスが並んでるから、うん、で手に取るわけよ、うん、わーってで、これやめとこうとか言って、うん、もう一個横のやつが当たりっぽいわとか言うてやって、うん、いややっぱりこっちにしようとかでブワーテンション上がって、うん、よしこれに決めたと思ったら、うん、俺店出ててん、それを持って、あーおーテンション上がってた。なるほど。で家着いて、うん、さあ開けようってした時にはっって気づいたの、うん、お金払ってない、お会計しとらんがな、おいおいどないすんねんって、でちびながらに考えてん、もちろん、うん、当たり前で言うと、うん、すぐに持って行って、そうですね、お金払う分、はい、これも当たり前ねんけど、当たり前のこと、当時俺パニクってて、はいはい、どうしようと、うん、どういうことかっていうと怒られるんちゃうかって、うん、まあ、そりゃそうだ、思いますね。このまま今すぐ行ったとしても、うん、お前盗んだやないかって言われるんちゃうかな、はいはいはい、え、やめといた方がええんちゃうかな、うんうん、でもこのまま怖いな、うわどっちも怖いな。このまま盗んだままだと俺、うん、泥棒になってしまう。泥棒になっちゃう、ゆうた、ゆうた泥棒になっちゃう、うん、おかんから言われてた泥棒とか嘘とか、うん、そんなんは絶対あかん、うん、だから返しに行かなあかん、よし返しに行こう、いやでも待って、うん、めっちゃ怒られるかもしれんこれ、うんうんうん、結局泥棒したことになってお母さんに言われてめっちゃ怒られるかもしれんとか言って、うん、ずっと考えたら気づいたらアイス全部溶けてもうて、うわーもう最悪やでも、うん、ゆうたはハーってなって、はい、もう溶け切ったアイスを持って、うん、ああよかった、駄菓子屋行って、ごめんなさいって言ってそれを返したら、うん、えらいって言われて、うん、それ お前やったこと正解で見たこと言われて50円だけ渡して、うん、でその駄菓子屋のおっちゃんが、うん、あのこんなん食われへんやろ言って、うんうん、あの新しいやつをこう、よかった、いい話で、いい話、そうそう、まあまあ結果的にはいい話、でも当たり前で言うとすぐ持っていけばええねんけど、うん、いや分かるな、でも分かる、そのちょっとパニクる感じというか、分かる、俺一回ね、そのスーパーにある、うん、電話機、はい、電話機なんて言うんだった、公衆電話、公衆電話、公衆電話に赤いボタンが、うんうんうん、あった、はいはい、あった、あれを俺
おかんを待ってる時に押しちゃったんですよ。うわ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 。母親から。そしたらね、スーパーでジリリリリリリって警報が鳴っちゃって。怖い。そうそう。怖いな、はい。もう走って逃げたんですよ。やばい。そうそうそう。何歳ぐらいですか？それもだからもう保育園とかそれぐらいの。いやだからさ、あの一回動画で出した、うん、トンボがちっちゃい時農協のおじさん。あいつ、あいつです、あいつ。あいつ、あいつが押し合ったんですよ、あれを。電話のところの赤いボタン。だそういうのは覚えてますわ、やっぱ。覚えてるよ、ね。ああ、怖かった。なんであんなちっちゃい時って押したなんねやろな。押したくなるんだよ。それはやっぱうちの子たちもそうやもん。あーそうですよ。もちろん見張ってるけど、エレベーターとか乗った時に押したあかんやつあるやんか。SOS みたいな、うん。非常ボタンみたいな。あんなやっぱり2歳ぐらいとか3歳ぐらいの時押そうとするから。押したくなる色なんですよね、あれ赤とかまた。確かに。目立つようにね。そうそうそう。ポップな色してんのよ。で、文字読まれへんしな。そうそうそう。あれはちゃんと親が教えとかなあかん。あれ、テンパったな。常どうですか？覚えてますか？僕はそうですね、僕も保育園の、うん、保育園というかあの幼稚園時代の時の話で、うんうん、あのおもらしをした記憶があって3歳ぐらいの時なんですけど、うんうんうん、おもらしをした、自分のズボンを、幼稚園の先生が食パンの袋に入れてるのをしっかり覚えてますね。それそのシーンをね、それ意味あるからね。あ、食パンの袋に入れるの、これなんでか、なんで常に知らんの、知らないです、知らないパパやのに。匂いが漏れないんですよ。あ、食パンの袋、うん、へぇ、なんでですか？それはあの食パンの袋の製造会社に連絡しました。あれやん、ちょっとさ、はい、パリパリっとなった袋、はいはいはい、ある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 、あれって漏れにくいね。へぇ、そうなんだ。だから結構おむつそこに入れて、うん、結んで捨てたりするの。あ、へぇ、そうなんすね。でそれはもちろん食パンの袋だけじゃなくて、はいはい、そういう素材でできた袋っていうのは結構あるから。なるほど。例えば普通のねコンビニとかでのビニール袋に入れちゃうと、うん、結構匂い漏れたりする、はいはい、うんちくんとかね、うん、でもそあのあっち系の袋は、はい、大丈夫。あ、そうなんだ。じゃあちゃんとその理由があってそれを入れてたんだね。もうでも今は時代的にそういう袋はもう売られてる、うん、あ、確かにね、あるけど、うん、ワンちゃんのとこもありますもんね、うん、でも俺当時が生まれた時は嫁サックはそれでやってたな、うん、だから生活の知恵みたいなことでってことですよね。そう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 。それ何歳ぐらい？それ3歳ぐらいですね。3歳だからみんなだから3歳、はい、なんか、うん、それぐらいの、うん、ぐらいなんかちょっとやっぱインパクトのあるやつは覚えてますね、うん、トイレなんでまた1個思い出した俺。これはもうそこそこ大きかってんけど、はいはい、小学校1年生の時に俺思いっきりうんち漏らして、はいはいはい、うわ俺も一回漏らしてる。みんな漏らしてます、うん、で小1とかってちょっとなんやろ、もちろん反抗期まではいかんけど、うん、恥ずかしさがもう分かってきてるから、はい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 、これが3歳4歳やったら漏らしちゃったって思われるけど、うん、もう6歳7歳か、うん、7歳やからどうにかして隠したいって、はいはいはい、そうってなんだよ。分かるな。俺なかなかの量漏らしていくから、ね、ブリ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 みたいな、うわブリブリブリ打てるでっていうぐらいやっちゃって、はい、さあ言うた、はい、どうすんねん家で。俺そうなんですよね。で俺家で一人やってん、はい、あ家、俺家、家でうんち漏らしたの。家でブリブリブリって。分からないそんな。トイレがもうね、多分、うん、そこまであんまり覚えてない、多分やけど、もうしたくてしたくてギリギリまで我慢して、うん、トイレに駆け込もうとした瞬間に出たんでしょ。そういうことか。でもああいう時で立ち尽くすやん、立ち尽くします。出てる最中にはもうゴーせえへんやん、はいはいはい、ああそうですね、ブリブリ言うてるで、うん、動けないですよね。動けない、もう立ち尽くす、はいはい、で一回座るやん、うん、さあどうするゆうた。座んな。座んなゆうた。でもうアホやから、うん、これどうしようか、絶対バレたくない、はい、恥ずかしいし、はい、怒られるかもしれないし、はい、あんた何やってんのって言われるかもしれない、はい、よしこれしかないって俺が思ったのが、はい、漏らしたそのパンツごと、はい、トイレに流すという、うわ、まあ、暴挙ですよ。なるほど。でももうこれで証拠隠滅だと。そういうことですよね。ほんでもゆうたはもうスキップですよ、はい、もう証拠隠滅、ルン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 、あったらしい真っ白のパンツ履いて、はい、家でもう優雅に、はい、過ごしてたわけ、はい、ほいじゃあもうお兄が帰ってきて、お母さん帰ってきてたでしょ、はい、おかえりとか言うけど、はいはい、ほいじゃあお兄が、はい、ちょっとトイレ行こうって、はい、トイレ行って、そしたらお兄が、はい、何やこれ。何やこれって言って、俺ドキッてして、はい、どないしたんやろとか言って、どないしたみたいなって、はい、ちょ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 っつって、なんか水がめっちゃ出てきてんねんけどみたいな。要は
詰まってもそりゃそうですよね、うん、溢れてくる、はい、うん、さあこっから、うん、誰やとおおなるよ誰やとこれ犯罪じゃないや犯人探しそういうことや、そうそう推理が始まるわ、うん、ほしたらもうえらいもんで一発目にもうみんなが俺を指さして、うん、あんたやろって言われて、うん、で俺は、別に何もしてないけどあごまかしたんやごまかしたお僕じゃないけどみたいな、ほんまかあんた嘘つきなや、うん、ほんまのこと言いや、はい、知らんなぁもうバレてるよ、バレてるバレてるであの水道じゃないあの会社に連絡して、はいはいはい、水のトイレのねトイレのね、はい、もう心臓がバックバックなる、いやもうそうですよね、これどういう未来が待ってんねんでも想像つけないね、分からんすもんね、トイレ会社の人が来たとって一体何すんのやろ、確かに確かに確かに、とにかくでもなんかヤバそうやぞ、ヤバそうだ、僕から連絡して、はい、で数時間後にトイレ会社の人来てもバックバックやん、はい、でどうもみたいになって、あどうもみたいになって、何すんのやろって、ね、トイレ会社の人バーって入ってんのがうーんみたいな音になって、うん、で、あもう大丈夫ですってなって、はい、これが詰まってましたってパンツうーうーゆうたゆうたまだいけると思ってんの、あでも確かに僕布のようなものを流したような気もしてきたいや地獄やったなって今思い出したな、あ生き地獄やったなあの数時間なんで嘘つくんやろな、ね、言ったらええのになっていう、本当そうっすよね、あなたも漏らしたの、僕小2です、小2で小2で学校の帰り道ですわ、あるね、間に合わなくて、うんうんうん、でもう一緒です、ゆうた少年と、ゆうた少年でしょ、もう途中でもう、あ出たってなってからもうブリ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 って立ち尽くしでもうどうしようもないくて、うん、でももう帰るのも恥ずかしいし、はいはい、怒られるだろう、一緒やん、一緒、うんうんうん、だからそっからしばらく僕は帰れないんですよ、うん、ずっと立ってるっていう、でも暗くなってきちゃって結構経ってる、結構経ってる、帰れないからもうそので涙も出てきちゃってかわいそう、あの子が、あの子がかわいそう、でももう仕方ない、うん、もう意を決して、うん、もうしゃあないと思って、もう帰るしかもうだってもう未来はないわけだ、そやな、うん、でも絶対怒られる、時間もめちゃくちゃ遅くなってるから、怒られると思って家帰って、まあ一発で事情わかるわけですよ、うん、もうズボンがモコモコになってるから臭いしね、うん、しかも時間経ってもてるしな、時間経ってるから、うんうんうん、そしたら全く怒られなかったんですよ、あ怒られなかった、はい、もうああしょうがないねっていう、だからせやねんな、そう実は怒られへんねん、怒られないのよ、うんち漏らしたって、うん、でも恥ずかしさも買ってたりするやん、そう、うん、恥ずかしさもな、はい、やっぱりあったりするから、うん、だから今このリスナーさんもね、はい、うんこ漏らした時は素直にね漏らすか、え漏らすか、いやでも大人もあるよそら、だっていやあります、そろそろある時期差し掛かってるで、はい、確かにおじさんになってね、え俺あるで、もう最近正直、いや俺もめちゃくちゃありますよ、あせお前あるよなお前腹弱いもんな、腹めちゃくちゃ弱いですから、うん、おならした時とかにちょっとあるやろ、あーあーでもたまにありますね、そのちょっと出ちゃうぐらいのもんでしょ、そんなそのブリブリ、それはしっかりとした成人うんこは出てけんの立ち尽くさないですからね、立ち尽くさないから動きまくるよ逆に来たね話はすいませんでしょ、すいません、しかもオープニングトークがもう30分間やってもうちゃう、とはいえちょっと質問は1個は行きたいんで、はい、ちょっと一旦広告です、はい、さあすいません、ちょっと長なってしもたんですけど、ちょっと一ついきましょう、安武さんお願いします、はい、では屋根裏ネーム千里 A さんからの質問です、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、相手の口癖って気になったりしませんか、私はカジサックチャンネルも毎週金今後も大好きでよく見たり聞いたりしていると、カジサックの変な話ロジック的に逆に正直とかよくおっしゃられてる言葉がやたら頭に残ったりします、安武さんだとでもから話し出すことが多いですよね、チームカジサックは一緒にいることも多いと思うのでお互いの口癖を把握し合ってるのかなと思い質問させていただきました、うん、ということです、
口癖。これはあるね。あります。これはもうそれぞれありますよ。でも正直とかはもうこれ芸人さん全員だよな。口癖。常も言うしなっていうところあるけども。でももうそうですよ。反対側の意見を差し込んでいこうっていうことなんで、はい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 、誇張しようとしますよね。ツッコミとしてその反対側の意見立つって、僕は必ず反対側に行こうと思ってるんで。自覚症状ある？みんな。俺はもうめちゃくちゃありますし、うん、リオちゃんにもたびたび注意されてるんで。あ、それは何？まあカジサックやすたけとかもみんな知ってるのは、僕ちょっとってめっちゃ言っちゃう。めっちゃ言う、はい、これはもう自分でももう動画見て僕は気づいたんですけれども、うん、特に緊張してる時、緊張してる時ちょっとめっちゃ言う、ちょっと、はい、はい、はい、でリオちゃんに注意されるのは、うん、要はです、僕は。あー、あー、要はこういうことやねん、はい、みたいな、はいはい、全然要せてないよ要せと、そうそう、要はって言ってから全然ダラダラ喋ってる、そうそう、ダラダラ喋ってるから、はいはいはい、だからそれやめた方がいいで、俺めっちゃ言うらしいんですよ、要はって。あー、癖なんやね、うん、癖で、別に思ってもないねんな。そう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 、だからもう癖で、それは自覚症状あります。なるほどなー、うん、でも俺もいっぱいある。俺対策はそうですよね。俺めちゃくちゃ、俺はっきり言うてが一番、多分一番多いんじゃないですか、うん、やめとこうと思ってても、うん、出るな。あ、だからそれでリズムつけてるみたいなとこもありますもんね。それは、うんうん、ほんまにそれは、うん、だったりとか、うん、ちょっとかかってる時、俺だからこの間の朝倉未来さんコラボで、はい、朝倉未来さんのチャンネルの時、はいはいはい、めっちゃ言うてんの。なるほど、かかってるから。俺多分10回以上、うん、ワン動画で10回以上言うてんの、うん、多分かかってんの、はいはい、ここでなんか結果残したい、はい、好き、大好きなチャンネルやから、はい、結果はっきり言うてもめちゃくちゃ言うてたっていうのはあるな。嫁に怒られたりとかはないねんけど、うん、1ミリもっていうのもよう言うな俺。あー、でも言うかも言うかも。言ってる。これ1ミリもそんな意味ないねんけど。嫁と喧嘩してる時によう言うてるわ。なるほど。多分。うん。俺のさ、やったことってさ、1ミリも悪い部分なくないみたいな。あー、なるほど。なんかリアルやろ。リアルだった、リアルだった。で、1ミリもって、だからそう、状況状況によって口癖が変わってくる感じかな、うん、どうですか、はい、うん、僕も常嫁に言われるのは、うん、僕がよく言うのは、別にええやんっていうのをめっちゃ言うんで。あー、なるほどね、それ口癖なんや、はい、別にええやん、僕の中で、それはそんな大したことじゃないっていうことが、うん、常嫁からしたら結構イラッとすることが、うん、多いみたいで、はいはいはい、ね、僕はもう、いや、それぐらい別に良くないとか、うんうん、もう別にええやん、ほらまた出た、別にええやん、なるほど、それやめやん、ずっと言われて、それはでも怒られ、なんかイラッとすんもんな、うん、なんか別にってついてるから余計なんかね、はい、確かに、うん、ええやん、はいはい、ええー、やんとかとちゃうもんな、うん、別にええやんこれさあかんわ。あ、ほんですか、なんかちょっと興味なさそうな感じがするわ。あ、ほんですか。じゃあ、あとそこって価値観やったりするよね。ね、多分奥様はそんなすごい 大切なことやのに、うん、別にって言われたら、うん、よくない、うん、とかやったらまた話は変わってくるかもよ。気をつけよう。なあ、気をつけた方がいいわ。別にはあかんかも。あ、別にやめます。ああ、いや、それどうある。自分のっすか。俺らもだから、探してあげようか。なんやだ、安武何やかな。まあでも結構よく、うん、あんま自分意識してないんですけど、うん、世界が平和になりますようにとは言ってます。そっか、いい加減しろお前。ちょこちょこ言ってますね。いい加減しろ。そこから会話スタートしますよ。口癖の話してんの、まあ、世界平和になると思うんですけど、これつって話すときはありますよ。芸人やめたくせに芸人みたいな立ち振る舞いやめ。お前、あ、面白いやってるやん。あーあー、やったやった。よく考えて、そんな面白くない。これ全然面白くないから今の。辛いよ。まあ、でも僕自分のはちょっと分かんないですけど、うん、土橋くんと中野くんのは分かりますわ。ああ。土橋くん、これ、うん、あるのが、間違えた時に、うん、間違えちゃいましたって言うんですよ。あーあー、言う。間違えましたなくて、間違えちゃいました。ちゃいました、言うね。言う言う言う。あの、プリティに言うと、ちょっと。言う言う。あの、失敗しましたもん。失敗しちゃいました。うんうんうん。あ、めっちゃわかるわ。そう。お前は言う。ちゃいましたって。めっちゃわかる、めっちゃわかる。ちょっとね、可愛く言うんですよ。プリティな。プリティ。中野くんは？中野くんはもう、これ一番って絶対つけるやつです。あー、言う。一番美味しいですね。確かに。一番嫌ですとか。うんうん。一番怖いです。
いやいやその2番じゃあんのっていう話でした。あ、ね、それが一番なんとかじゃないですか、それが一番なんとかですよ、でそれは人それぞれだしみたいな、ある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 わ、一番ってつけるっていう、今喋りながら考えたけど、安武ってやっぱりデモが一番かも。うん、そうかも。さっき芸人って言うたけど、にしてもお前めちゃくちゃ言うわ。でも僕はみたいな、でも多いかも、あのイントネこのイントネーション、でもこのイントネーションのイメージなのは自分の意見を通したいんですかね。それあるんじゃない、やっぱりなんかあれじゃないですか、スタートエンジンじゃないですか、その喋り出しのテンポ、それもテンポかもしれない。あと仕事中かな、お前がデモっていう時、プライベートではあんま出えへん、だからそうかもしれないですよ、逆側の意見と、あと、こうその偏った意見をそうじゃないのもありますよねって中和するために、でもこういうのもありますよねって言いに行くっていうのはでもあるな。あとまあよう熊本で聞くのは南西から風が吹いてますねって言ってる記憶がある。そんなこと言うの何それ、どの状態言うかってよくかと思ったけど興味持っちゃった何それ、どういうことどういう人なんか、なんで熊本でそれがさ、出るの、今南西から風吹いてますねってよく言うてる俺が、いや今日夜が騒がしくなりそうですねとか、なんか、今日はなんか酒の匂いがしますねと思ったら、なんかいじられるって分かるんですよ、南西って何いじられて言ってないの、言ってないんですよ、言ってない、無意識口癖やから。そうか、自覚症状ないんだ、脈絡全然もう関係ない時にも言ったりするから、あ、今日も南西から風が何でも意識してかっこいいなのか、なんだろそれ、楽しいね、楽しいね。というわけでね、これからも質問やお悩み相談よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。では歌いく前に一旦広告です。さあそれでは歌いきましょうか。はい、前回は久しぶりに僕が歌って、常と一緒でしょ、常と一緒、そう俺がちょっと飲まれてしまった確かね、さあではまず歌ってから、はい、いきます、はい、この方です。セッション、セッションかい、今日もセッションが出ました。まず一人目はこの方、ちょっと楽しいもんな、マジで怖い、すごいよ、すごいのよ、常が出ました、すごい、毎週歌ってる、毎週歌ってる最近調子が気になるところですね。さあもう一人はこの人、ヤスタケ、常ヤス来ました、いいやお願いします。さあではタイトル、はい、この方、あ、もう一回いきます、セッション出たんで、はいはい、もう一回いきます、タイトルこの方です。おお、まただね、またセッション出ました、もう一回いきます、はい、タイトルこの方、あ、私ですね、本当が出ました、はい、はい、ではお願いします。いや今日はね本当に常の歯医者の話から幼少期の話になったりとか、はい、あとそれぞれの口癖の話とか、うん、やっぱね話がいろんな方向に広がって面白い回になったんじゃないかと、いや楽しかった、はい、思いますが、やっぱり、最後は歌で締めていただきたいと思います。そうですね、はい、今日はもう楽しい話題が多かったんで楽しく歌っていただけたらなとは思っております。はい、それでは常と安武によるセッションで歌っていただきます。歌はパピプペポップンよろしくお願いします。パピプペポップン意味はわからないけど、おー、いいね、パピプペポップン、常がずっと言うと覚えてる魔法の言葉、すごい、めっちゃいいアニメの歌みたい、あの頃に聞いた初めての言葉、そうだこれがパピプペポップンか、パピプペポップン、パピプペポップン、パピプペポップン、あー眠たくなっちゃうな、眠たくなるときに、あれ言っと、そう、いや、いつも聞いてたな、そうだったよ、そうだあいつもお母さんが言ってくれていたよ、そうだな、あお母さん会いたいなお母さんに会えるためのパピプペポップン、これを
言うだけで気持ちが入ってくるパピプペポップンで会える気がするずっと音程忘れてないなんかお母さんに会える気がするそうだそんな素敵な魔法の言葉パピプペポップンもうねお腹痛いもう飽きませんなもうすいませんちょっと常スランプが長いなだいぶ前半良かったやつ。いやめちゃなんかアニメのなんかエンディングテーマみたいななんか俺泣きそうなりそうな感じやったもんで常も悪くはなかったと思うんだけど途中からなんか音程ずっと外れてる感じだったガチャガチャ自分でさ作った歌で音痴って不思議確かに不思議な現象が起きてるほんまやわいやちょっと悔しいな本当に今日は本当にもうじゃあ毎週言ってるちょっと今日は悔しいなほんまにって毎週言ってるで今日こそは成功させたかったんですいやサイコロの神様も見てんだよ、はい、常に早くこのスランプ抜けてほしい、はい、っていうことやから、はいうん、本来上手い人やねんそう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 なんですよ絶対そうなんですよ、うんうん、次週お願いしますいやそれサイコロの神様が決めることやから今やっぱり若干、まあ、安武はやっぱり素晴らしかったんやけど、うん、常もちょっと安武に甘えた部分あったもんねあスランプの時こそ自ら行った方があ確かになるほどね行った方がいいかもよそうだいぶ確かにビビってました、うん、な、はい、ちょっとビビってたもんねビビってましたお願いしますってトムが言ったとすぐ安武の顔見てたもんないやでも面白かったですね面白かったありがとうございます、はい、ではまた来週会いましょう梶作とトンボと安武と常でしたありがとうございましたありがとうございました